本当にあの入り口もそうだけど、あの下から上に登ったりすると音程で歌いがちになって、夢のみたいにね、夢みたいに口先でこう歌う形になるけど、そうじゃなくてちゃんとね、お腹からねと思って、夢のよ、夢の、こういう響きが出てきますからね。それからもうサビでもうこの高い音からロングトーンできますからね。この時も口で、あーなんて言うんじゃなくても、お腹からと思って、あーいいせ、こういう感じのね、音を出していくって感じですね。それからあの裏声のところね、祈るでしょう、その笑顔を、幸せを、この辺もしっかりと腹で準備してから出してあげれば、上がった時の裏声っていうのはすごく厚みのある響きの強い音になるっていうね、それの練習だと思っていいですよね。メロディーとかそういうのはいつもね、一発で拾っちゃうから、もうそれは問題ないです。ただ各フレーズの入り口をね、この 口周りで出ないようにしっかりとね、お腹でまず準備してから歌っていく感じですね。じゃあいきます。最後よ、ここから、夢のような人だから、夢のように消えるのです、その定めを知りながら、落ちては溶ける。粉雪みたい。止まらない想い。ね、お腹からだからね。愛さなくていいから。ほらから。まだ好きだから、もっと泣けばよかった、もっと笑えばよかった、バカだなって言ってよ、気にするなって言ってよ、あなたにただ会いたくて。バッチリそのまま歌って、愛さ
ってたいんだよあなたがまだ好きだから。